今 J リーグで一番点を取っている10ゴールをマークしてるんですね。いや本当ですね。プラスなんかプレーもやっぱりたくましさ、うん、力強さも最近はなんか兼ね備わってきたなって感じするんですよね、はい。まあ、今日のプレーなんか見てても思いますね。さあコーナーキックから日本ヘディング、一番遠いサイドの香川にボールは渡りませんが、最終ライン駒野狙っていくか。駒野が右サイドを使う正確なボールが入りました。遠藤、今日はつまらないミスというものは彼らさんほとんどありませんね。そうですね、清武準備してますよ。さあここで清武が入る。そうです、日本です。岡崎と変わります。できないでしょうね。奪った遠藤、中へのボール、スルー、そう香川入っていく、一瞬で周りがあれだけいても距離関係分かってるのでずっと止まってましたよね、はい。これは決めるんですからね。中山さんどうでしょう。早いですね、止めてからその次のプレーが早いですね。選択が早いですし一歩が早いんで相手が飛び込んでこれないですね、はい。もう一度スローでご覧いただきますが、小倉さん、はい、素晴らしい得点でした。いやあそこをシュートまで持っていける選手なんですね、やはり素晴らしいゴールでした。本当に金谷さんステップが細かいですね。そうですね。7番のキム・ボギョンはセレッソ大阪でプレーする左利きの選手ですが、6番のイ・ヨンレイ中盤の真ん中を変えてきます。それからイグノを下げます。前半から活躍をしていたイグノを下げて、それから24番のキム・シングクは、196cmというこの長身のプレイヤーを入れてきましたね。まあ、そうですね、アジアカップでも彼がやっぱり勝利、はい、勝ってるわけじゃないんですけど、セッターこぼれ抜けてきたところを決められたっていうところはありましたからね、はい。パワープレー出てくると思いますね。駒野、さあ日本2点目を狙いに行く。駒野突破してきた、駒野エルシュート、本田来た、香川の次は本田。落ち着いてましたね。コースしっかり狙って、ね、前半でも中山さんおっしゃったけどバックストップ見ながらね、そうなんですよ、したいね、はい。自分の蹴るポジションを感動してるんですよね。駒野の積極的な股抜きのドリブルからですから、最高でした、素晴らしいですよ。シュートだからね、あれ抜いた後。そうですよね、言ってたよね、あれ逆サイド、あれキーパー弾いたんですよ、このシーンで。このシーンです、これ言ってたよ、コマのシュート、これはやっぱ効いてんですよ。そしてつまみで最後は本田圭佑でした。あれだけワンタッチで回されたらやっぱりキーパーポジション変えないですよ、いや言ってますね、言ってる、清武が、そして冷静に落として最後は本田圭佑でした。今本田もワンステップ後ろに下がって それを立ち足にしてですから ね、そしてここコース狙ってるわけですから、素晴らしいね、素晴らしいです。日本2点目、ザッケローニ監督の派手なガッツポーズがありました。小倉さん素晴らしいゴールでしたね。いや本当ですね、あそこら辺をサイドできっちりコース狙うたり、はい、まあ、本当選手らしい、まあ、強さもありますけど、うまさもありますからね。日本2点目、伝統の日韓戦で香川真司、そして本田圭佑が輝きました。プレッシャーをかける、奪ったリー・タダナリ、本田圭佑、香川真司、見事なハーモニー。逆サイド清武、A 代表デビュー、清武が中に入れた、決めるか、韓国相手に3点目、いるんですね、あそこ
ますよね、はい、だけど強いパスで折り返したね清武は、はい、あのパススピードしかないぐらいのパススピードで正確に上げてきたよ香川見てますもんね、これ完全に清武、そして香川でした。スタジアムがスタンディングオベーションで選手を称えています。韓国相手に3対0韓国相手に3対0ですよ。金田さんすごいね、すごいです、本当に。金田さん、はい、あの南アフリカ前の2-0 でそうやられたところの、ね、もう本当にお返ししてくれるようなゲーム運びですよね、支配しての上だからね。